B チャンネルです。今回はガチャポンのプチピカチュウを紹介します。1回300円でした。これはコップのフチ子さんと同じような使い方をします。グラスの縁に引っ掛けて使います。ラインナップは全5種プラスシークレット1種です。引っかかりピカチュウ、ぶつかりピカチュウ、ドローンピカチュウ、モンスターボールとピカチュウ、うとうとピカチュウ、そして秘密のピカチュウです。私はこの引っかかりピカチュウかシークレットが欲しいです。引っかかりピカチュウすごい可愛いのですごく欲しいです。僕はシークレットが欲しいです。シークレットと寝てるうとうとピカチュウ、うん、では開けていきます。1個目いきます。てててせーの。お、モンスターボールとピカチュウでした。頭に乗っけてる、かわいい。立った。結構すごいバランス。ああ、ラインナップを見てみると立て方はこれで合ってるみたいなんですけど、なんか立たないです。あ、できたー。こんな感じです。あー、うん、あ、立った。結構難しいけど慣れると多分簡単かな。これ回していいかな。うん。ああ。やっぱダメか。ダメだ。立った。ピカチュウさすがです。二つ目開けます。いきます。せーの。チンチンチン。あ、なんだこれは。ダラーン、ピカチュウでした。開けます。こんな感じで、これは引っかかりやすそうです。そして可愛いです。もうすぐできた。こっちは顔が見えないです。これ立たせられないかな。あーまた立てない。友倒れ。あー、助けてー。ファイトピカパース。ピーカピーカーピカパーツ。ファイトピカパーツ。大正製薬です。以上、コップの縁で使えるプチピカチュウの紹介でした。狙っているのは出なかったけど、とても可愛いので嬉しかったです。バイバーイ。また見てねー。これは簡単。うん。あ、うわ。できた。入っちゃう。